ちょっと欲しいクロックスがあって、やっぱり夏はね、素足にクロックスをもう一回味わうと普通の靴が履けなくて、暑くて、でしかもなんか、ただペニーが乗りづらくて、なんかカパカパしててストレスだったんですよ。ちょっとサイズがでかいっていうか、で森でクマに襲われた時になんか頼りないっていうか、まあ、僕のメガトンパンチがやっぱ足安定してないと力逃げちゃうってヘナチョコパンチになっちゃうんで、なんかもっとタイトなやつ欲しいなって。で今持ってる、まあ、黒いクロックス、ちょっと手入れもめんどくさいんで、まあ、毎回出かける前にコーティングしてるんですよ、あれ。であれやらないと、ブラックってツヤがないとかっこよくないんで、だいたい僕黒系のやつで全部あのコーティングしてるんですけど、もちろんマットなブラックはかっこいいのはありますけど、それ見た嫁が発達障害って靴の手入れの仕方が発達障害って言うてましたけども、こだわりですよ。なんか人は何のために生きてるかとか、自分が何のために生きてるかわからないっていう人いるんですけど、自分のこだわりを突き通すためでいいんじゃないかな。例えばそれが人を助けたいとか、まあ、やばい思想の人もいるかもしれないけど、それが君の魂だから、なんか何のために生きてるかわかんないっていう人いるけど、こだわりだろっていう。まあちょっと話ずれちゃったんですけど、クロックス、それでまあサイト見てたんですけど、めちゃくちゃかっこいいのあって、これです。オートラインアトラス、これやばいっしょ。これならもうね、俊敏に動けるしめちゃめちゃいいなと思って、まあ、それかこのエコークロックス、これもね、なんかなかなかいいんですけど、ちょっとなんか目が雲っぽいっていうか、なんか気持ち悪、なんかだんだん見ていくうちに気持ち悪く思ってきて、であとメガクラッシュとかいうやつもめちゃめちゃ可愛いなと思って、でもうこの辺はね、もう実物見るしかないなと思いまして、まあ、ということでね、これからねクロックスの生産を行っているアメリカコロラド州にある工場にですね、これからね向かっていきたいと思います。はい、ということでね、皆さん散々悩みに悩んでね、ゲットしましたよ。いや、やっぱり実物見ちゃうとね、ピンクとかイエローもすごい可愛いんですよ。で、まあ、それにジビッツつけて、まあ、おしゃれにしたいなとかも思っちゃったりして、まあ、散々悩んだんですよね。もうでもう悩みすぎてもう訳わかんなくなっちゃって、その場で瞑想始めたんですよ。だいぶ18時間ぐらいですかね、瞑想して、でパーってちょっと声が聞こえてきたんですよね。泣いてるんですよ。であれって思ってこうやって探してみると、あって一杯ある中で見てみると、誰も買わねえだろってデザインのクロックスちゃんがもう埃かぶってえんえんって泣いてるんですよ。しかもサイズがさ24、まあ、US サイズの24なんで、こっちで言う、まあ、25、6の人はギリギリ履けっかなぐらい感じですね。24で、なんとかしてあげたいんだけど、さすがにデザインがなっていうの。僕結構ね、ジャスティン・ビーバーとか、あと、なんだっけ、名前忘れたけど、海外のラッパーのとか、結構俺的にはファッションいいなと思ってて、
特にジャスティン・ビーバーのファッションって僕好きだなっていう。やばい時はやばいですけど、ああ、おしゃんだななんて思ってるんですけど、やっぱりシンプルな、クロックスに、まあ、いいカラー、まあ、白とかイエロー履いてるんで、彼らは。まあ、それ、まあ、パクってね。シンプルで可愛いやつもいいななんて。まあ、ジビツ、基本的に海外なんかあの辺の人たち、ジビツめちゃくちゃつけてるんですけど、俺は別にピンときたやつがあれば欲しいな程度で、まあ、あと自分に自作したいななんて思ってね。やっぱり当初思ってたトレインアトラスより普通のやつで、まあ、ジビッツつけて楽しむのも自作したりとかして、まあ、ありだななんて思ったんですよね。本末転倒ですけどね。なんか靴底が硬いやつがいいななんて思ってたのに、まあ、あとかつきっちり履けるやつがいいななんて思ってて。でなで、やばいクロックスがいたんですよ。ええー、って泣いてる。でもね、なんとかしてあげたいけどな、もうさすがにデザインがやばくて、もうこれね、彼氏彼女がこれ履いてきたらもう嫌やな、みたいな。なんかこう、迎えに来たお父さんがこれ履いてたらもう嫌だな。自分の娘が、息子がこれ履いてたらちょっとな、っていう、もう誰が履くんだっていう感じのクロックスちゃんがいて、もう、だからここに何年も残ってんだろうな、みたいな。埃かぶっちゃってて、まあきっとそのまま朽ち果てるまで放置されるか、なんかファッションをね、勘違いした ダサい変人みたいなやつにね、買われて、まあその人と一緒にバカにされてね、外で笑われちゃうかの二択だろうなって思って 結局買わなかった。まあこんなね、買わなかったんですけど、でまあ俺はきっちりね、ナイスなクロックスを受け妻にして買ってきたのが、まあこいつですよね。いい感じじゃない？いい感じ。いい感じじゃない？これ。どうすか？いやもうさすがにこの横はいらんな。これ。取るよ。開発者には悪いけど。横はいらなくない？これ。なんか自分のくるぶし当たったら嫌だな。しかも。クロックスのさ、なんか黒子片押しのクロックスあるやん。緑の。で、ここはワニみたいに黒子が片押しされてるやつ。ワニの背中みたいになってる。時計とかと同じように。あれいいよね。限定だけど。限定だっけ？俺がね、俺ね、足ちっちゃいんですよ。ぴったり。足ちっちゃいのよ。うん、中古屋さんとか行くとさ、ああ、めっちゃ履きやすい。中古屋さんとか行くと、あ、いいな、この靴とか思って。27とか28センチ。誰が履けんねんとか思って。結構いい感じやん。動きやすいね、これ。やっぱ。これいいじゃん。これいいじゃん。